ネクステルシアから手紙が届いて迷惑だから名前変えてくれって近藤君一桁足らないと、えー」と「ちょ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 っと待って,ちょっと待ってこのハゲ頭おかしいな」と「<laughs> <laughs> ちょっと待ってちょっと待って」「いや野球チーム買ったけど実は僕サッカーも好きなんだね」っって「ヘディングが得意なんだよ近藤君」っ,っら僕もう言うしかないと思ったから「だからハゲたてでするそれではご覧ください「ソンさん」とはオーバーに言うと、うん「 約5年間週に何回もお会いしてるぐらいの時期があったんですね<ー>孫さんを語る上で僕が絶対的に語りたいことは やっぱり金融界のドンだからこの順序で言うとそこから話した方がいいかなと思うんですけどいいですかどうぞ僕にとってのピンチがさっき言ったその後僕は衛星放送や ETC を同じような仕組みで、まあ、ゼロ円ということで普及させてきたわけですよ2000年の4月25日にナスダックジャパンに上場することが決定して絶対上場できないような会社がみんな上場を夢見て、まあ、社内でね で信じて上場するっていうことになってナスダックジャパンで承認が下りてで新聞にも当時ネクステルって名前だったんですけど会社、はい、ネクステル上場申請ネクステルなど上場申請通るなどが蔦屋さんだったんですね<ー>。<laughs> でそれぐらい評価を受けて注目を浴びて若いベンチャー企業がナスダック上場するとあと2週間で上場っていう日を迎えて社員とみんなで喜びながら日めくりカレンダー作ったんですよ、はい。 あと十九十八十七十六あたりで時間止まっちゃって僕証券会社に呼ばれて結構な色遅くで行ったらバブルがはじけると2000年の IT バブルねそうだったねそれで上場を一旦取り消しって言われたんですよニュースでは取りやめって出てるんですけど実は取り消しされたんですよね2週間前に上場を取り消しでそれが日本で確か23年だったかな二十数年ぶりだったんですよ その直前取り消しているのが、うん、はい、でしかもマザーズ第一号だったんですよ。だからこれ世界中に報道されたちゃったんでね。イケニエ企業として日本のバブル崩壊第一号のイケニエ企業。はい、そしたらなんでネクステルがネクシーズンだったかというと、アメリカにスプリントネクステルっていう会社があって、まあ孫さんがいずれ買う会社。その時日本人誰も知らない。世界で報道されたからネクステルギブアップ IPO つって、ネクステル社から手紙が届いて。<laughs> 迷惑だから名前変えてくれって。<laughs> <laughs> それでまあネクシーズにネクストオブ X Y Z でネクシーズになって、<laughs> まあもっともっと先を目指すぞみたいな意味ででなったんですね。<laughs> その上場取り消しになったことによって銀行さんが全面撤退したわけですよ。理由を聞くともう億単位で利益出してたんですけど、理由を聞くとまあ言葉は忘れたけど、我が国において上場取り消しがそう直前になった会社は二十何年ぶりやと。でその後上場した会社がないと。 前例がないので、えこの以上の支援はできないみたいな感じだったんですよ。で、それでもうあと数ヶ月で黒字倒産というタイミングを迎えたわけですね。やっぱ嫌なことってあったら次いいことがあるとかってよく言葉づであるけど、やっぱ嫌なことってやっぱ続くわけですよ。いろんな嫌なことがあったわけですよ。で、そんな時にまあ僕が落ち込んだ時に社員が誰も辞めなかったんですね。社長と一緒に上場するんだっていうファイティングポーズを崩してない姿を見て。 ああこれは僕が一番やっぱり彼らにとってはヒーローであらないといけないリーダーだから何がしらの奇跡を起こさなあかんってそこでハッと思いついたのが当時ソフトバンクにいたまあ野村証券の社長になれる人がソフトバンクに入って孫さんの右腕としてあのソフトバンクはあそこで大きくした一人のキーパーソンの人ですよね大きなの人に会いに行くわけですよ。そししたたらら分分かかか時間くれれなかっっんですよでも15分でででですも僕ははは上ててて前まで行ってるるる情報は全部データは出てるのの開示されてるので で15分間僕は熱く語ったわけですよ本社、うん、北尾さんが初対面だったんですけど近藤君 <laughs> 君の目は輝いているいつまでも青きロマンチストであれ意味がわからない <laughs> <laughs> それで今でも言うの僕会長って会長って会長ってあれどういう意味なんですかって「いいんだよちょっと恥ずかしげなんで、ね」<laughs> <laughs> まあちょっとこう粋なことを言われたわけですよ。 それで30億ボーンってて出してくれ、はい、でそれそで2002年3月6日今日の収録日3月6日22年前スダックジャパンに上場しその2年後の2004年これ神様からいただいたプレゼントかなと思うんですけど僕の誕生日11月1日なんですけどなんと一部上場したのが11月11日に一部なんですよ。で当時最年少で一部上場を果たすことができたって。ははこののの世で一番の生涯の恩師は 北尾さんで、うん、義理は、成果で返せるけど、うん、恩は一生返せないので。北尾さん,なんですね。孫さんとの出会いというのは、ナスダックに上場した、あたり。に、突然電話かかってきたんですよ。うん、会いたい、あの時から超有名な人ですから。はい、世界の孫正義が、僕のことを呼んでいると。<laughs> <laughs> <laughs> そうですね。思って、行ったんですよ。はい そこで聞いたたのが、ah、BB プロジェクトだったんですよ日本はあの時 ITIT IT って言ってたけども、はいえー、ISDN で回線は遅くてサービスが乗っかってこないわけですよ。乗っかっても遅くて使えないわけですよ。でそこに孫さんは日本にブロードバンドを普及させると、ね、革命を起こすんだと、はい、NTT を倒すんだみたいな、まあ、そんな話をされたんですね僕に。で近藤君と君は営業のプロだとどれだけ売れると。 って言うから、その N. T. T. と喧嘩するなんてね、せっかく上場したのに。国力に立ち向かっていくなんて、そんなおこがましいことできへんと、僕は思ったんだけど。一応カッコつけて、まあ一万か二万か忘れたけども。当時僕、ワウワウスカパーを日本一売ってて、シェアを八割ぐらい普及さしたんですよ。新規の八割ですよ。まあ、それが月に一万とか二万だったんです。まあ、一万としましょう。で、やる気なかったけど、せっかくあったし、ここはカッコつけとこと。 あ僕だったらまあ一万ぐらいやれるでしょうねと言ったわけですよ、はい、すごいね近藤くんそんなにできるのかって言うと思ったら 近藤君、一桁足らない。え、ちょっとちょ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 っと待ってちょっと待って。このハゲ頭おかしいなと。ちょっと待ってちょっと待って。え、ちょっと待って月一万台ってことは一桁足らないってことは10万台ってことだよねと。10万台ってことは NTT の数字とほぼ一緒だよねと。それを民間企業であるうちだけでできるわけないやんと。あ、無理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 。無理無理と。思ったけど、ほーってで、え、本気ですかって聞いたら、ま、かっこよかったよ、近藤君。 男が戦うなら NTT ぐらいがちょうどいいんだよ <laughs> それ以下言ったら弱い者いじめというんだクラクラクラでもやばいとあかんあかんかんか正気に戻れと思ったら孫さんが近藤君今日は会いとるかとこの後飯でも食わんか二人でと思い出やと すっごい思い出やこれ絶対写真撮ろうと思って <laughs> でもう思い出として自慢のあれにしようと思って写真撮って,ってで2人でご飯食べに行ったらすごいこう暑くてすごいこう世の中変えてやるみたいな坂本龍馬みたいな感じまあでも僕は食事の席で何を喋ったかあんま覚えてないけどもこれでもう会うことはないだろうと思ってこうバイバイしたわけですよ。そしたらすかさずメールが来て 近藤くん僕は日本のブロードバンドの夜明けのために命を捧げる覚悟だと一緒に戦ってくれ孫正義と <laughs> めんどくさい親父ですね <laughs> <laughs> で俺これ見た瞬間なんて思ったかったらなんて自分に酔っ払っているんだって <laughs> 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 それでやったるぞって、まあ、やっぱりそういう人の心に火をつけるというか。まだ君はバッターボックスに立っていないとかいうわけですよ。<laughs> いやいや、バッターボックス立ってないの、これ。上場したばっかりなんですかみたいな。<laughs> <laughs> もっともっと大きく振るんだとか言って <laughs>。って言って、で、一緒にやるようになって。結局、百三十七万回線当社だけで普及させて。 全体が400万回線なんで圧倒的な数字で普及させたっていう武勇伝があるわけですすすよごでもね孫さんハゲネタ大好きでよくネットでてるじゃないですか自分が前進してるから頭が後退したんじゃないとあの自分の髪の毛が後退してるんじゃなくて自分の前進が早すぎるんです僕にもよく言ったもんご飯食べた時に。 いや野球チーム買ったけど、うん、実は僕サッカーも好きなんだねっつって,言ってで「ヘディングが得意なんだよ近クンって言ったら <laughs> 僕も言うしかないと思ったから「<laughs> だからハゲたてすみたいな「どっか」ってなるけど本人ご本人は周りシー <laughs> <laughs> 会社に あの一回カツラをつけて行ったんだよって誰も何も言わないんだよ <laughs> <laughs> めっちゃお茶目なのよすごい人なんだよもう僕全然お会いしてないからだけどもうすっごい人なんだけどすっごいお茶目でそうなのそうかそう俺孫さん的キラーで髪型ヘアスタイルだと思ってたんですけどねあけだったんですね娘さんもねうちの会社来られたしうそうなんですね 当時僕のファンや言って言うくれて本にサインしてくれて、うん、父親はどんだけすごいと思ってる。<laughs> <laughs> ブロードバンド、I IS、ISDN、な、みんな若い人わかんねえんだから。わかんないね。そうですよね。ね君たちわかんないもんね。ね、こ<う>当たり前だもんね。携帯電話とかね、ゲームとかできるのは当たり前だけど、当時はやっぱりもうカタ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 みたいな。そうですね,ね。元々電話線切ってカタってこっちで、ね。うですカタってはめて、そうですね。ピーカカカカ,カって,ってカカみたいな。<laughs> パソコンのグラフィックソフト使ってもこうやってこうやって線引いたこれは。 こんなぐりってやっと面積広がるっていうそうだよねまあ時代の変革を起こしたとだからやっぱり孫さんはソフトバンクが大きくなっていくことももちろんだしこれからも限界突破されていくんでしょうけどもだから孫さんがなんか何かで叩かれてても僕は目の前で見てきた時間があるからもうあの人ねその時でもすっごい大変ないろんなそのいじめとかねまあ回線を NTT がなかなか開かないとかいろいろあったんですよ。そういうい時でもなんか 殴られても殴られても立ち上がってくるボクサーのようにもう亡霊のように立ち上がってくるところ見てたから何かあってもまあこの人きっと大丈夫なんやろうなっていう思うところがやっぱ今もメディア見てて思いますよね。私もそう思いますね,ね俺も 孫さんはかなり親しく付き合いしせてもらったので当時最近は全然お会いしてないけど本当にパソコの南部さんとかも言うけどいやもう孫さん本当にそれこそだから自分が前に行き過ぎちゃって時代の方がちょっと遅いみたいなところがあるのでまあこのおっさん本当に頭もおかしいだろうなっていうぐらいに俺も思ってたからいい意味でねもう全然平気だろうと思うちょっとだからそのまあ三木谷さん別に律するつもりじゃないけどそういうところはちょっと違うよね。 あの、うん、孫ささんの三木谷さんは、まあ、まあ私も直接ねお会いしたことはないけどやっぱり孫さんのことはファンだからやっぱりねやっぱり今ちょっとでもアーム上場してね、まあ、この人はねなんかやっぱ妖精だしねさっきもハゲネタじゃないけれどもねやっぱり人を引きつけるる魅力あるよね、うん、孫正義っていう人はやっぱりまあ今でもそうだけど歴史に残る、まあ、自分は坂本龍馬だと、うん、ある意味思え てると思うんですよ。うん、まあ好きだとしねこの人たち関係大好きだもんね、うん、本当に。暗殺されないの気をつけてね。<laughs> ギリにもね司官のところにも本当にあ先生先生って言って上の人をすごい大事にしたよ、ね。司官、うん、だけじゃなくて野田和夫先生から、うん、ソニーの尾川則夫さんから本当に孫さんのことみんな可愛がってたよね、うんうん。でもある意味でもすごくドライだよ。分かる分かる。かるすごいドライ。はい、いやまあ言葉を選ばずに言うと。 必要ないものは着るから、うん、みんなやっぱり孫さんの言葉に酔いしれてこうワーッとくるけどもやっぱある時いらないものはいらないとなるからみんなからしたらガーンってなることを、えー、僕は周りでそれを見てきたから、はい、だから僕は一番だったからそれがなかなかなかったけど、うん、とはいえ僕もある時 Yahoo!BB の各、ah、案が終わった時に上場ししてるのに事業をなくしたわけよね、はい、まあでもそうなっちゃう代理店だから、はい、上場してるのにもかかわらず事業がなくなってしまったって。はい でその当時に GMO の熊谷さんが僕に以前からその兄貴分の熊谷さんが言ってたのはこん、はい、ちゃん源流を抑えろと、うん、川上を抑えろと、うん、その代理店事業っていうのは川上じゃないと僕は確かにあの当時はその代理店事業で良かったと思うんですよ、うん、なぜならば商売っていうのは作る売るの2つしかなくて、うんうん そういう意味ではたくさんのお金を突っ込んでインフラを引いた孫さんみたいなことができなかったからそこで一番重要な営業を自分はできたわけだからワープでできたわけですよね、はい、だけど必要なくなったらやっぱ切られると、うん、いうこと。熊谷さんから原を抑えろと言われたとたですね、うん、でもその事件が起きて、まあ、事件っていうか僕の中ではその終了ということが起きた時に。 ああそういうことだったんだと、うん、川上止められたらおしまいなんだと、うんうん、じゃあ自分でサービスを作ることしかしないでおこうと、うん、っていうので今の「ネクシーズ・ゼロや」や、まあ、ブランジスタの電子メディアみたいなものが始めたっていう、うん、すごいドライブ。ブランジスタさんとはね俺もその整形電論ずっと付き合わせてもらって、うんうん、それできた時に電子雑誌っていうものを作ったんだけどこの、はい、ちゃんが。あの時にサイバーの藤田君がいや 損徳さんと事業って要は誰,誰でもが考えるようなことはもう誰かが考えるじゃないですかいやそれ成功するのっていうようなものじゃないと逆に成功はしないんですよとそもそも電子雑誌なんて成功すると思わないじゃないですかとそれで上場してるんだからだから藤田君でさえそれは難しいんじゃないまあいやそういうもんじゃないと結局世の中で一番にやっぱりなれないよう、ね、に誰もがこう考え出すようなことなんて誰かが考えるから。 あれはは上場するっっっててのは誰も思思なかったと思う、うん、みんな頭おかしいっつうの、ん、に iPad も k i n d l e もない時代に電子メディアをやるなんて狂ったとでなんであれを始めたかっていう理由があってソフトバンクとやってる時って株価がどんどん上がってって株価上がったランキング年間、まあ、上場会社確か4,000社ぐらいあるけど株価上がったランキング第2位になったんですよで僕の個人資産は300億円を超えたわけですよで株価上がったランキング第2位になって僕一株も売ってないんですよ。売っったらなんかクリエイティブ感失うんじゃないかって思って そそしたらその後株価下がったランキング第2位になったんですよ <laughs> <laughs> そしたらもうアホボケ貸すシネがすごくて株主総会になんか警察とかが来てるしなんかこう渋谷警察からなんか一応僕を護衛みたいな感じで来ててんでもケチョンケチョンに言われてで僕人缶も売ってないわけそれもちろん経営者として僕が悪いんだろうけども、うん。 もうそれが悔しくて悔しくて苦肉の策でもう好きなことやってやろうと思ったのがブランジスタートなんですよ<ー>。で、それがまあ上場していくわけなんですよ、はい。今アクセルジャパン爆上がりしてるんですよです。タレントサブスクで全部使える。40万から毎月使えるって。あれ？ブランディスターで相当。これが行くんじゃないかなと思ってるけど<ー>。まあそのブランディスターがあったのはやっぱああいう。 困難や苦難があったことをエネルギーにできたかなと思いますよね。あれがなかったら、多分作ってなかったなと思います。<laughs> <laughs> でも、何がきっかけになるかはわからない,い。そうですねそ。そこなんだよね。やっぱりね。こんちゃんもそうだし、うん、藤田君、熊谷さんもそうだけど、苦境に陥った時に必ずね。うん、この野郎って言って、歯を食いしばって、でもっていうのが、やっぱり。本物のゼロワンの人だね。うん、まあ、誰とは言わないけれども、うん、苦境に陥ったら孫さんに。 ね、あの株売ってあの、ね、悠々自適してる人だとか、うんねまあ、会社が、ね、本社建てたのにあの不況になったら、うん、不況というか苦境に陥ったら、ね、あの社長から会長になって、うん、釣り三昧の人とかね「うん、俺はね<ー>それは、ね」。<laughs> <laughs> <laughs> コメントしようがないやん <laughs> 俺はできるけど <laughs> そ,そこはやっぱり私は本物の経営者ではなかったんじゃないかなと思っちゃうちなみに私は経営者失格の方ですからて言っておりますけど <laughs> <laughs> ういやいやもう本当にだからクマにしろ練炭自殺の夢を見たっていうぐらいだしだから 藤田くんも株価が下がってケチョンケチョンに言われてまあ十分の一になったらね、はい、別に十分の二までは耐えられますし別にもう一回か体制がついてるまあそっかだから復活できる人たちはもう本物だよね本当に、うん、基本大体今そうやって頑張って俺たちの周りで仲いい人たちは基本どん底を見てるからねなんか、うん、どん底見てますねやっぱり地獄をだってねほら杉ちゃんだってそうじゃない一回潰しちゃってるしね杉ちゃんこの間別れてそういえば、ね 寂しいですよとか言って、本当かよとか思ったけど、杉本。それからからされちょっとゲセバラ出て行っちゃうの。いいんじゃない。深田恭子さんと別れて、寂しいですよって言ってかよお前またなんか口がするんで。そうさ、俺はもうはっきり言って良かったと思ってるよ。う良かったと思うよ。まあ今出てきた名前みんな健常一家の人たちです。杉ちゃん、この久しぶりに会ったな。どこで会ったんだっけな。本タさん最近会ってなくない？うん。ちょっと会ってないね。まあだって上場待って忙しかったでしょ。あうん。そうよね。ちょっと株価下がってるみたいだけど。 ああまあ、ナスダックは大変。だよ俺一、うん、週間ぐらい前にご飯食べたよ。あ、本当、うん。すごい久しぶりに。もう全然、今日の本題とは関係なかった。えー、なんか、仲間なんですよ、要は。そ,ううそもそも。うん、杉ちゃんって、だから、シーラの絵、ね、で、うん、要は、ふかきゃんの元彼ね。だって、僕は二十六の時、二十六歳上場社長っていう本を作ったのが、経済界、うん。出版社で、その時から知ってるし、で、本川さんも全然知ってたし。はい、こんちゃん、こんちゃんで知ってるし。で、それが共通の。 友人だったりするんで、なんだかんだでみんないろいろつながってるんですね。うん、いや、それで言うと、例えば熊谷さんも藤田君も上場させた頃からの知り合いなわけですよ。その頃に。まあ港区とか銀座デビューするわけなんで、うん。うん ねえ、まあ、それこそ、右谷氏もそうなんだけれども、うん、みんな億万長者になって。俺だけユーチューバーになっちゃったの。<laughs> <laughs> その頃はね、俺、やっぱり五千億の企業の三代目の社長でね、うん、あの、社長としては、五代目か六代目だけど。こっち、売り上げ五千億でしょで、うん、皆さん上場した頃はまだ数百億で。うん、あの、熊谷さんだって、もっちゃん、僕、あと十年以内に、一千万目指すんだな、なんて、こうおっしゃってた時ですからね。やっぱり二十年の月日ってね、いろんなもん変わるなと思った、ね。皆さん、いかがでしたか。励みになった方は東京から、高評価。 自分も挑戦してみようと思った方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。彼らの姿勢は私たちに勇気を与え夢に向かって進む力を与えてくれることでしょう彼らの経験は私たちにとっての指針となり未来に向かって積極的に挑戦する姿勢を醸成してくれます逆境を乗り越え成功を手に入れた彼らの物語は 私たちに勇気と希望を与えてくれるだけでなく自らの人生やキャリアにおいても困難を乗り越えて成長するためのヒントを提供してくれるのです同様に孫正義サヨシ氏のように孤立無援の状況から立ち上がり自らのビジョンを追求し続ける姿勢がそのまま彼の成功の秘訣ともす。 氏や藤田進氏も逆境に直面した際に自らのビジョンを貫き成功へと導いてきました彼らは株価の下落や事業の停滞といった困難を乗り越え新たなチャンスを見いだしてきましたそのような経験から彼らは常に変化を受け入れ柔軟に対応することの重要性を学びました私たちは彼らの物語から変化を恐れずに前進し新たなをてきました 私たちにとっての励みとなり未来への希望を与えてくれます挑戦や逆境は成長と発展の機会であることを彼らの経験から学び私たちは自らのビジネスや人生に生かしていくことができるのです彼らの物語は常に前向きな姿勢で 困難に立ち向かい、成功へと導いてくれる教訓を与えてくれます彼らの姿勢は、私たちに勇気を与え、夢に向かって進む力を与えてくれることでしょう